藤原義雄は平安時代初期から前期にかけての苦行。藤原北家、左大臣、藤原冬継の八を。官位は十二位、左大臣、増十一位。父大臣と合した。上は八年うどね練りに任官。ひと明朝では、様賢章、大乗、右表へ大位を歴任する。歌唱三年。 文徳天皇の即位に伴い蔵人に任せられ、江門将位ついで同体位を兼ね、翌任樹元年に、十五位下に助赦。この後、文徳朝では、兵衛さ、江門の差を歴任する。兄、吉父佐が、大乗大臣に任せられた、最高四年に、十五位上に助せられると、天安二年、正は天皇の即位に前後して、正五位下、右子の江少将。 上元二年十四位した上元六年十四位上、倉人頭、上元十年生四位下と以降は、順調に昇進し、上元十二年3儀に任ぜられ、区行に列した。またこの間の上元二年には、姉で、皇太号、順子の大部に任ぜられている。文徳朝から生は朝中期の吉尾が5位から区行に、昇進するまでの官人としての立身時期は、ちょうど、兄、 父草が牽制を得ていた時期と重なっており、これと争うことなく、従ったことで、順調な昇進を果たしている。これは、門徳天皇の側近としてべと、右この絵中条を歴任し、時期行為継承をめぐって父草と天皇の対立が緊迫化した天安元年に、突如、越前ゴンに左遷されて、中央政界から排除された、イボ兄、義人とは、 対照的である。また、受けた正幸は、苦行部人の吉久に関する記述形式や、吉尾が、幸福寺演技において吉久が、両親のために始めた、幸福寺の長考会が自分が引き継がなければならないと、述べていることを根拠に、吉久と吉尾は、同母兄弟とする説を唱えている。受けた説によれば、吉尾は、聖和天皇に近い外析の一人ということになる。 上元14年兄、吉父佐が皇居するが、同年中3位、中納言、上元19年生3位、元領6年大納言、官票3年右大臣、官票5年十2位と、政は、妖勢、高校、打った朝にかけても、順調に昇進を続けた。官票7年左大臣、源、徹の皇居により、大上官の主犯を占め、翌官票8年には、 左大臣に任せられるが、同年知死し、知死大臣と呼ばれた。第五条の正待三年長く皇太后宮大部、太子皇太后宮大部として仕えた、太子皇太后を、藤原明子の宝御に遅れること約半年の11月18日、隠れ後、没五十一位の増位を受けた。一説に、藤氏長者の初代にも犠牲られ、長者として、幸福寺演技を選したことでも知られる。 中気のないものは、六国史による、孫悲文脈による、ありがとうございます。